皆さんこんにちは。それでは平成27年論文本試験の解説です。企業を担当いたしますのはアレクセニー講師の森村です。それでは、まず総評なんですけれども、平成25年6年というのが去年一昨年ですけれども、非常に問題文が長くてですね、難しい問題が出ました。それに比べるとですね、今年は問題文がシンプルでして、あれを書けこれを書くなというような指示も少なかったですね。論点が比較的明確な問題だったかと思います。形式面ではそういう特徴がありました。で、内容面ではですね、何を書くかということですけれども、ほとんど担当式レベルの知識ですよね。その手続き、それに趣旨をプラスして書くような問題でしたね。第1問は特にそういう感じの問題でした。で、第2問も割と典型論点といいましょうか、基本的にはその株主総会決議の瑕疵、それを主張する訴えの制度の構造ですよね。手続きに関しては基本的には決議取り消しの訴えなんですけども、その程度があまりにひどい時にはプラス、それにプラスして決議不存在確認の訴えも提起することができるという、そういうような構造を示す、そういう問題でした。では早速第1問の問題文を見てみましょう。第1問ですね。問題文読んでみます。 A は首都圏に住んでおり、生まれ故郷の Y 県に代々引き継いだ土地を有しているが、本県土地は現在まで有効活用されていない。 A は Y 県に住む旧地の B から地域創生を主たる目的とする事業を営むために公株式会社を設立するので、本県土地を公会社の事業のために提供してほしい旨を依頼された。これに対して A は依頼に応じてもよいが、他に本県土地を2000万円で取得したいという者がいるので、公会社の設立に際して本県土地を売却する条件として価格は同額とし、かつ迅速に手続きを履行してもらいたい旨を B に要請し、 B もこれを了承した。また A と B は協議の結果、公会社の発起人は A および B の2名とし、 A および B が設立時発行株式の全部を引き受けること、そして公会社には役員として取締役1名のみを置き、 B がこれに就任することを合意した。この場合において下記の問いに答えなさい。問1、 B は A の要請に応えるために本県土地の取得につき検査役による調査を回避したいと考えている。この時公会社が成立後に本県土地を適法に取得するには、公会社の成立前において会社法上どのような手続きが行われなければならないか説明しなさい。問2、問1の手続きを経た上で公会社の成立後に本県土地を2000万円で公会社が譲り受ける契約に基づいて、公会社の設立登記後に本県譲渡契約が履行された。その後公会社に助成金を支給していた Y 県が公会社に対して調査を行ったところ、本県土地の適正な価格は本県譲渡契約の履行期日を含めてこの数年来1000万円を超えるものではないことが判明した。 Y 県は公会社に対し会社法の規定に基づく是正を促した。この時公会社は会社法上誰に対してどのような義務の履行を求め、または責任を追及することができるか論じなさい。こういう問題です。で、まず、キーワードを探していきますと、まずは当然登場人物の A ですよね。 A は首都圏に住んでいると。で、本県の問題となる目的物は土地である、本県土地であると。で、 A がそれを有しているわけですね。で、もう一人登場人物が出てきました。今度 Y 県に住む B です。で、 B は公会社を設立しようとするんですけども、その設立目的というのが、設立目的といいましょうか、会社の目的というのが地域創生を主たる目的とする事業を営むためであると。で、言語法ではですね、別に定款目的に何を書こうがそれは自由ですので、別にここは特に気にしなくていいということですね。で、そういう公会社を設立するので本県土地を公会社の事業のために提供してほしい旨を依頼されたと。この段階ではですね、この土地の提供の方法というのが現物出資なのか財産引き受けなのか、あるいは事後設立なのか、あるいは重要な財産の譲り受けなのか、それは分からないですね。まだこの段階では分からないと。で、これに対しA は依頼に応じてもよいが、他に本県土地を2000万円で取得したいという者がいるので、公会社の設立に際して本県土地を売却する条件として、この公会社の設立に際して本県土地をその後売却って出てますよね。売却、
で売却っていうことですから、これ現物出資ではないわけですね。しかも子会社の設立に際してと書いてありますから、これはもう財産引き受けしかないんですよね。でここで財産引き受けの問題であるということがはっきり分かります。28条2号の問題ですね。で、価格は同額とし2000万円ということですね。迅速に手続きを履行したい、もらいたい旨を B に要請し、 B もこれを了承した。でこの手続きというのは何かと、迅速に進めてもらいたい手続きというのは何かというと、それは28条2号で定款に記載しなきゃいけない。変態設立事項ですからね、定款に記載しなきゃいけませんよね。相対的記載事項の一種としてね。でその相対的記載事項ではない変態と言われる原因は、さらにプラスして検査役の調査を原則として経ないと有効にならないということです。で検査役の調査というのは、勝手に検査役が来てくれるわけじゃないですから、33条1項で、検査役の選任の申し立てをしなきゃいけない、そういう手続きですね。でその手続きを履行してもらいたい。もちろん検査役を選任してもらって、その後調査してもらって、その他の一連の手続きということです。で B もこれを了承したと。また A と B は協議の結果、子会社の発起人は A および B の2名とし、別に発起人は1名でも構いませんし、2名でももちろん構いません。A および B が設立時発行株式の全部を引き受けることとした。これ重要ですよね。これは本門が発起設立であるということを明らかにしています。そして子会社には役員として取締役1名のみを置き、 B がこれに就任することを合意したということですので、この会社は取締役会非設置会社であるということですね。まあ、特にそれはあまり問題ないですけどね。で問1です。これは制度説明型の問題ですよね。 A は B の要請に応えるために本件土地の取得につき、検査役による調査、調査自身は33条4項に書いてます。調査を回避したいと。で調査の回避ってありますから、まずは原則は検査役の調査を経なければならない、受けなきゃいけないっていうことですね。なのでまず原則としてどういう手続きが必要なのかは、やはり問1、これ例外聞かれてますから、例外聞かれた時には原則から書いた方がいいですね。でそのような原則的に必要とされる手続きを回避したいと考えていると、回避したいと。でこの時子会社が成立後に本件土地を適法に取得するには、適法に取得するということは、結局これは財産引き受け契約の有効要件ということですね。財産引き受け契約の有効要件で聞かれているのが、書かなきゃいけないのが、子会社の成立前において会社法上どのような手続きが行われなければならないか。つまり33条10項には1号から3号まで、検査役による調査の免除が認められる場合が規定されているわけですね。その手続き、それを説明しなさい、制度を説明しなさいという制度説明型問題ですね。で問2というのは、この後でですね、割と最近の平成22年の第1問本試験問題です。これはロングレードアップ講座のですね、問題集の第5問に掲載してあるんですけども、それを後でちょっと見ていただいてですね、結構似てるなっていうところを、見ていただきたいと思います。で問2です。問1の手続きを経た上で、問1の手続きですから33条10項3号の手続きを経ているわけですね。その上で子会社の成立後に本件土地を、本件土地というのはこれ財産引き受け、財産引き受けで取得したその土地を2000万円で子会社が譲り受ける契約ですよね。まさにこれ財産引き受けですね。その契約に基づいて、契約の履行として子会社の設立登記後に本件譲渡契約が履行された。まあ財産引き受けってそういうもんですよね。でその後子会社に助成金を支給していた Y 県が子会社に対して調査を行ったところ、本件土地の適正な価格は本件譲渡契約の履行期日を含めてこの数年来1000万円を超えるものではないことが判明した。この本件譲渡契約の履行期日を含めてこの数年来ということは、株式会社の成立の時においても1000万円を超えるものではなかったってことですよね。この数年間ということは、当然その株式会社の成立の時を含んでますからね。その時の目的財産の価格が1000万円を超えるものではないということは、定価に2000万円というふうに記載されてますから、半額ですね。1000万円の不足ですから、それはまあ著しく不足しているっていうのは認定してもらっていいですよね。で Y 県は子会社に対し、会社法上の規定に基づく是正を促した。でこの時さっき聞かれているのはここですね。子会社は会社法上誰に対してどのような義務の履行を求め、または責任を追及することができるか、この問題文にはヒントが随分隠されてますね。まず誰に対してというのは、結局
この本門がですね、問い2が、問い1の手続き、つまり33条10項3号の手続きを経た上でということなので、そこに出てくる関与者、手続きに関与する人間としましては、財産引受の譲り渡し人であり発起人である A が出てきますね。さらに2人目として発起人でありかつ設立時取締役である B が出てきますね。さらには名前は特にないですけども、この価格が適正であることの証明をする証明者っていう人が出てきますね。さらにまた本件目的物は土地ですから、その鑑定をする鑑定士っていう人が出てきますよね。で、そういった人たちはどういう責任を負うのかっていうのがそれぞれ52条に規定してあるわけですね。後で見ますけれども、 A は52条2項柱書きで責任を負いますし、 B は52条1項で責任を負いますし、証明者は52条3項で責任を負うということになるわけですよね。では答案構成を見ていきましょう。答案構成こんな感じです。で、まずはですね、本件は事例問題ですので、事例が土地の取得であると、まず事例から入ります。で、大事なのは土地の取得であるということ、そしてそれが財産引受28条2項に当たるということですね。ここはまずしっかり書いていただかないと、ここをちょっと外しちゃうと大変なことになっちゃいますね。で、あとはもう財産引受の問題として、見ていけばいいわけですね。で、先ほど言いましたように、これ原則と例外を聞いているわけですから、2が原則、この財産引受に対する規制というのが原則ですね。で、その検査役による調査を回避するというのが例外ですので、まずはやはり2をしっかり書いて、その後それの例外としての3、回避の手続き、回避の手段といいましょうかね、それを書いていくということです。では原則として財産支給権に対する規制、これも担当の知識ですよね。1番目が定款への記載または記録が必要です。で、2つ目が検査役の調査が必要ですということですよね。で、検査役の調査というのは、まあ、さっき言いましたように勝手に来るわけじゃないので、選任の申し立てをしなきゃいけないというところ、そこが出発点ということになってきますよね。で、じゃあなぜこのような、2つの厳格な手続き、相対的記載事項でありかつ相対的記載事項にとどまらず変態設立事項と言われているぐらいですから、検査役の調査まで要求されるのはなぜですか。それはまあその趣旨としまして、目的物を過大に評価するしてですね、多額の対価というものをその譲り渡し人に与えてしまうと会社の財産的基礎を危うくし、そしてもしその譲り渡し人が発起人であれば他の出資者との関係でも不公平が生じてしまうという、まあ例のあれですよね。まあ、ここまで回答ではちょっと3行ぐらい使って長く書いちゃったんですけど、まあ、ここまで書かなくてもいいかなっていう気はいたします。まあ、趣旨はないよりあった方がいいっていう程度なので、まあ、何か書いてもらえれば、目的物の過大評価で会社財産を害するとかですね、他の出資者との間で不公平であるっていうようなところだけ書いてもらっても全然問題ないと思います。で、これでまず原則の処理が終わりですね。原則の処理が終わりで、次に伊達さんがこれ今度は例外になります。で、まあ、さっきも言いましたように検査役による調査を回避するっていうのを問題文では聞いてますけども、検査役による調査だけを回避することはできないですよね。まあ、もちろんその検査役の選任の申し立てから回避され、その結果として検査役による調査も回避されることになるわけです。で、そのような調査手続きを回避して本件土地を適用に取得するための手続きとしてはどういうものがあるでしょうか。それは33条各号の要件を充足するということですね。33条10項各号は1号から3号までありますよということです。まあ、これによって33条1項から9項まで全部適用されない、全部適用されなくなる結果、調査を回避することができるわけですね。そこでまず33条の1号から見ていきます。1号というのはその目的財産がですね、財産引受の目的財産が土地であろうが有価証券であろうが何であろうが動産であろうが権利であろうが、とにかく全部含みます。目的の遺憾を問わず500万以下であったらそれでいいわけですね。で、ところが本件は2000万円ですので1号には当たりませんよと。そしてまた2号は今度は目的が有価証券ですよね。有価証券である場合だけですから、しかも取引所の相場、取引所の相場だっけ、市場価格だっけ、こんなところ確認してるじゃダメですね。市場価格ですよね。市場価格なる有価証券で、定価に記された価格がその価格以下である場合には、
検査役の調査免除されますけども、それにも土地ですから当たらないということですよね。そこで、やむなく3号ということになります。3号は特にその目的を問いません。目的を問わずですね、その弁護士等の証明があればいいということになるわけですよね。で、その3号になるわけです。3号の検討に入るわけですけども、3号はだから土地であろうが何だろうが弁護士等の証明があればいいですよと。ただし土地の価格というのは、いくらかというのは専門的な知識知見がないと、評価できませんので、そこで不動産鑑定士の鑑定評価がプラスで不動産鑑定士の鑑定評価が必要ですねということはしっかり書いてください。まあ、これは条文見れば書いてますからね。で、忘れちゃいけないのがですね、次の46条1項2号なんですね。設立時取締役はこのような現物収支財産引き受け、本文では財産引き受けが行われたら、その弁護士との証明によって検査役の調査が免除された場合には証明の相当性を調査しなきゃいけない。ここはしっかり忘れずに書いておいてください。で、この趣旨なんですけども、回答では書かなかったんですけども、まあ余裕があればね、余裕があればちょっとぐらい書いておいた方がいいと思うんですけども、まあでも書くって言ってもね、その検査役による調査の回避の手続きがその33条1項1号2号3号で規定されているのは、それはまあ利用させやすくするためですよね。でまあその検査役を選任を頼んじゃいますと、まあ期間がなんだかんだで長くかかると。であとはまあ検査役という第三者が入ってくるのもちょっと嫌だなと。それでまあ現物収支や財産引き受けというのが利用されにくくなっているのであるならば、弁護士等の証明でそれに変えることができればいいんじゃないかっていう、そういうようなまあ流れなんですけどね。はい。でこれに対して次、第2問は今度は先ほど問題文見ましたように、問題文にはですね2つに書き分けてあるんですよね。またはでね、誰に対してどのような義務の履行と責任の追及って書いてますね。義務と責任でこう52条を見ていただく、53条を見ていただくとですね、これぜひ見ていただきたいですね。ちょっと52条を見ていただきますか。で52条の1項ですね、1項の末尾でいいんです。当該不足額を支払う義務を負うって書いてます。支払う義務を負うと。でこれに対して53条はどう書いてあるかというと、その1項の末尾、これによって生じた損害を賠償する責任を負う、責任を負うって書いてますよね。まあ、やっぱりその制度説明型問題っていうのは、割とその近くにある条文をいくつか書くっていう、そういう問題多いんですけど、まあ、ここもそうでしたよね。52条と53条そして54条というところを書いてもらえばいいわけです。でまずは、縦1がそういうわけで不足額支払い義務ですね、支払い義務。そして縦2が任務受けたい責任ということですね。で不足額支払い義務につきましては、本文の場合にはですね、まず、52条1項の要件としまして、これも事例からすぐに認定できちゃいますよね。会社成立時の財産引き受けの目的財産の価格が定価に記載記録された価格に著しく不足していると、ここはでもしっかりと認定してください。当然じゃないかっていうんで書かないと、その知ってるかどうか評価してもらえませんのでね。で、まあ、これで要件充足しているわけですよ。であとは不足額支払い義務を負う人は誰ですかと。で3人いるわけですよね。でそれが財産引き受けの譲り渡し人である発起人 A と。でこれはちゃんと書いてくださいね。単なる発起人じゃなくて、財産引き受けの譲り渡し人である、まあ、そのまさに当事者である発起人 A であると。そして B はというと、財産引き受けの譲り渡し人以外の発起人、以外の発起人であって、かつ設立時取締役でもある B と。であと3人目としまして、誰だか分かんないけども証明者である弁護士等ということになります。で不動産鑑定士はどうなんだということなんですけども、これはちょっと争いがありましてですね、で不動産鑑定士って鑑定してるだけで証明してませんよね。なのでまあ文言上はですね、ぴったりは当たらないわけですよね。まあ、責任やっぱり負うって説もあれば負わないって説もあるんですけど、まあ、じゃあ書かなきゃいいじゃないかっていうんで、まあ、ここでは書いてません。まあ、行数もあまりありませんのでね。であとはその A さん B さんそして証明者、この3人について何書かなきゃいけないのかというと、過失責任なのか無過失責任なのか、まあ、いつものパターンですよね。 A は無過失責任で、 B は過失責任、証明者も過失責任と、まあ、それぞれ条文がきっちり分かれて書いてますので、52条2項柱書き、そして52条2項2号、そして52条3項ですね、それを書いていただければいいです。はい、では次、最後はですね、任務懈怠責任ですね。でここではですね、今度は、証明者である弁護士とは責任を負わないわけです。責任主体は発起人 A と B、
なんですよね、発起人 A と B で。問題なのはこれ任務形態責任なんです。じゃあ任務って何でしょうと、発起人 A 発起人 B の任務は何ですかというと、発起人 AB というのは実はこれ設立中の機関なんですよね。設立中の会社の機関であって、成立後の会社とは別に何も関係ないんですよね。委任関係とかに立ちません。立たないからこそ53条って規定があるんですよね。立たないので、発起人はその成立後の会社とは委任の関係にないわけですよね。委任の規定が順用されるってことがありませんので、そこで53条の規定を設けました。じゃあ発起人の任務とは何ですかというと、それはですね、設立中の会社の機関としてさまざまなですね、条文上だって発起人は定款作れとか何しろとかこう書いてますよね。そういうの全部そのちゃんとやんなきゃいけないと、全館注意義務に違反するようなことをしちゃいけないというのが発起人の任務ですね。でじゃあ B というのは設立時取締役でもあるわけですよね。で設立時取締役の場合には、今度はこの人はもうですね、会社との関係で、会社との関係がありますからね、法律関係あります、会社で選ばれた人ですから。なのでこの人の役割は何なんだと、この人の設立段階における役割は、取締役というのは会社成立後であれば会社の経営する人ですけれども、設立段階においてはこれ調査機関なんですよね。でそこでですね、さまざま調査しなきゃいけないんですけども、特に、現物主財産引き受けで検査役の調査が免除された、その場合に弁護士との証明があった時には、その証明が相当であることについての調査、これについて、まあ、まさに本門ですよね。でこの義務については責任、その任務があるっていうことですね。まあ、要するにここですよね、このでこのような義務がありますから、それに、まあ、全館注意義務1本入れた方がいいですよね。全館注意義務違反が、罰があって、それによって会社に損害が発生していれば、それは責任を負いますよということです。で会社の損害というのはですね、この1000万円がまるまる会社に損害というわけではなくて、差額の1000万円がそのまま損害というわけではなくてですね、これはあの会社は、義務者に、こういう A さん B さん、その証明者であるこの義務者に不足額支払い義務を負わせてますよね。なのでその人たちに、まあ言ってみれば債権持ってるというふうに考えれば、差額の1000万円がそのまま損害というとは言えないと。なのでまあ会社に損害があればというような書き方で、ちょっとぼかした形で回答は書いています。では回答を見ていきましょう。回答はもうすでにマークしてあります。こんな感じです。第一問の回答ですね。まず縦位置事例から28条2号に持ってきます。で、まあ、簡単に本件の契約を抜かしてたんですね。本件の契約は、財産引き受け契約であるというところですよね。そこに持ってきます。でこの、まあ、いつものようにこの鍵括弧というのは、これあの問題提起です。でこれまあ制度説明型問題なので問題提起必要ないんですけれども、要するにもし問題提起風に書くならば、 A が子会社の設立に際して本件土地を売却する契約は何に当たるか問題となるがと。でいつものように山括弧は理由ですね。この契約と本件契約は、発起人が株式会社のために株式会社の成立後に特定の財産を譲り受ける契約であるからが理由ですね。結論、財産引き受けに該当するっていう、そういう論理構造になってます。で従って、これもまあ問題提起風にすると、子会社が成立後に本件土地を適用に取得するためにはいかなる手続きが必要であろうか、それはっていうので定款記載と裁判所の検査役の調査、そのために第一段階としまして選任の申し立てをすることが必要であるということですね。でその後、まあこれ2行半も使っちゃいましたけど、その制度趣旨です。財産引き受けが変態設立事項とされている制度趣旨ですね。財産引き受けは現物趣旨と異なり取引上の行為である、だから会社の設立段階では規制しなくてもいいようにも見えると。まあ、普通にだって会社成立後であれば、取締役会の意思決定によって取得することができるわけですからね。わざわざ定款に記載なんかしなくてもいいですし、検査役の調査もいらないじゃないかと思えるけれども、しかしそうじゃないんですよと。それが目的物を過大に評価して多額の対価を与えると、株式会社の財産的層を危うくし、譲り渡しが発起人であれば他の主者との間でも不公平が生ずる、つまり財産引き受けと同じ危険性がある。で放置すれば財産引き受けの先達に利用される可能性がありますねと。ならば財産引き受けと、現物趣旨はですね、現物趣旨と財産引き受けは同じような規制を加えるべきじゃないでしょうかというので、
取引法上の財産引受契約についても収支法上の行為である現物収支と、同じ規制を加えている、同じく変態設立事項として規制しているということですね。さてこれが原則、さあ例外です。ここからが本文で聞かれているところ。このような検査役の調査を回避して、でかつ単に回避しても違法に回避しちゃ意味ないですからね、公害者が成立後に本件土地を適法に取得するためには、で33条10項各号のいずれかの要件を満たせばいいと、どれかに当たればいいと。でさっき言ったように1号2号はダメですよと。まず価格が2000万円なので1号は当たりませんよと。目的財産が土地なので2号は当たりませんよと、いうことですよね。これも山括弧が理由で結論、山括弧が理由で結論という形になっています。で本件はどうすればいいかと言いますと、まあ、本件はだから3号しかないんですよね。で3号は別に目的物が何であろうが弁護士との証明があればいいと。でプラス目的物がですね、目的財産が不動産であるならば不動産鑑定士の鑑定評価を受けなきゃいけないということです。でそれによって3号の要件を満たしますから、検査役による調査を適法に開始することができますということですね。で本来はここでね、ここでまあ本当は開業したかったんですけどね、まああんまりどうでもいいことなんですけども、ここで開業して、そしてと、設立時取締役 B は選任後遅滞なく証明が相当であることについて調査をしなければならない、これも忘れないでねということですよね。よろしいでしょうかね。まあ、ちょっとこの例外の趣旨は書くスペースないですよね。本当はあと1行2行あればこの、まあ、利用の促進ということも一言入れたかったは入れたかったですけどね、はい、では次問い2です。問い2はまずですね、もう不足額支払い義務52条1項のその要件に該当することは明らかなので、もういきなりこれまあ理由付けという形で認定しちゃってます。で従っての結論です。でいきますね。まずは公害者の成立の時における本件土地の適正な価格は1000万円以下であり、本件土地について定価に記載または記録された価格である2000万円に著しく不足する、この書き方なんですけど、これも52条1項そのままですからね。52条1項にまあ行数がないので、本件の事例をそのまま当てはめて、そのまま52条1項にの結論を持ってきているということです。で従ってこの要件満たしますから、従ってですね、まず1、財産引受の譲り渡し人であるかつ発起人である A は無過失であっても責任を負いますと、義務を負いますと。で2、財産引受の譲り渡し人以外の発起人でありかつ設立時取締役である B、 そして証明者である弁護士等もですね、当該義務を負いますねと、1項と3項本文で負いますねと。ただ無過失責任じゃありませんと、過失責任ですと。 B はその職務を行うについて証明者である弁護士等は当該証明をすることについて、要するにその職務についてです、仕事について注意を怠らなかったことを証明したときには当該義務を負いませんというふうに条文が2項2号と3項ただし書きでそうなってますねということですよね。でこの趣旨なんですけどね、なぜ、その A は無過失で、B と B は過失責任で証明者は過失責任なのかということですけども、これどうでしょうね。まあ、A が無過失責任を負うのはこれ過失担保責任だからなんですよ。過失担保責任というのはまあ対価的権連性に基づく責任でして、2000万円あるって言って、その2000万円のお金をもらったんだから、それが1000万円しかなかったら、その対価的な権連性、まあ、均衡といいましょうかね、それを回復するためにその不足額をちゃんと1000万円担保しろよっていうのがまあ過失担保責任ですね。でこれはもう民法に規定があるんですけれども、これが無過失で責任であるということはまあ伝統的にそうでして、それがまあ貸し担保責任の特徴でもありますのでね、貸し担保責任だからであるって一言書いてもらえばいいですけど、なんかそんなこと要求されてないような気がしますね。であと丸2のですね、 B さん、財産引受の譲り渡し人以外の発起人であり設立時取締役である B さん、この責任ってですね、昔はまあ大昔ですけども、無過失責任だったんですよね。無過失責任だったんですけれども、これはですね、無過失責任というのはかなりまあ、異常なと言いましょうか、珍しいことなので、通常は司法の大原則である過失責任主義というのがありましてね、過失すらない行為から生じた責任については損害賠償請求は、されないよっていう、だから安心してその資本主義社会と言いましょうか、自由主義社会と言いましょうか、そこの場合においてはその経済行為をすることができるっていうのがありましてね、それでまあ司法の大原則っていうことなんですよ。なので
そのいつの改正でしたかね、会社法の時ですね、会社法の時にこれ、過失責任にしたわけですよね、言ってみれば原則に戻したと。なので、司法の大原則であるというふうに書いてもらってもいいんですけど、それを聞くかなという感じなので、ここでも特には書いてません。であとは証明者ですね、弁護士との証明者については、この理由はちょっと長くなっちゃうんですよ、書くと。証明者っていうのは証明した時のその価格を証明当然するわけですよね。でところがですね、その証明した後に会社が成立する前の段階で証明して、その後定款に記載しますよね。で定款には2000万円で記載したんだけども、その時は確かに2000万円の価格価値があったと。ところがその後なんかこうリーマンショックとか経済の大変動とか、最近起こってる株価の暴落みたいなことが起こってですね、それで価値が1000万円になってしまった、そういう場合にもやっぱり不足額の支払い義務を負っちゃうんですよ、証明責任、証明者も。でそれを過失責任を負わせるのはかわいそうだろうっていうのが、過失責任になっている理由なんですけどね。というか、そもそもが司法の大原則が過失責任なんですから、過失責任について理由をくだくだ述べる必要も特にないんですよね。なので、ここは思い切ってもう趣旨一切書かずにこのまま来ちゃいました。で結論としましては、こういうことですよね。 あとその連帯責任、連帯責任というのが52条の3項に1項3項に規定がありますので、これは連帯責任ですよということは一言書いておいた方がいいですよね。であとはその問題文に対応する形でね、以上によりですね、当該者は義務を負う A、B および証明者に対して、要するにこの人たちが義務を負うときには当該不足額を支払う義務の履行を求めることができる、これですよね。問題文に義務の履行を求めることができるか、できるって書いてあるわけですね。こういう場合にはできると。でさらにで、発起人 A および発起人であり設立時取締役である B にですね、設立中の会社の機関である発起人としての行為、要するに任務ですね、発起人としての任務、であるとか、何ができるかっていろいろ争いがありましたよね。法律に規定している事項だけだとか、事実上経済上必要な行為だとか、あともう開業準備行為もできるとか、いろんな説がありましたよね。そういう行為です、それが任務です。そして設立時取締役であればその調査というのが任務ですから、そういった任務に全館注意義務違反があれば、それは会社に対して連帯してこれによって生じた損害賠償する責任を負いますねっていうことですよね。でしたがって、あと問題文との対応です。当該者は責任を負う A および B に対して損害賠償責任を追及することができる、バッチリ問題文と対応してますよね、ということです。いかがでしょう。それでですね、でこの問題がこれ設立の分野から出たんですけども、その前に設立の分野から出たのはいつですかっていうと、実は平成22年のに出たんですよ。で平成22年に出た問題がこの問題で、これは第5問って書いてあるのは、そのロングレ講座という、論文グレードアップ講座という講義ですね、その講義ので使ってる問題集、その第5問に収録されてるからこうなってます。でどういう問題だったかと言いますとですね、こういう問題ですね、全部は時間ないので読みませんけど、本問と違う、今年の本試験問題と違うのは、この22年の問題は募集設立の問題だったんですよね。で事例は現物出資だったんです。で現物出資なんですけれども、発起人 A が自己所有の不動産を現物出資する、でその定款記載の価格が相当であることについて公認会計士 B が証明した、不動産鑑定士の鑑定評価を受けたですね。で検査役の調査は免除されていた、要するにこういう内容、今年出たのと同じですよね。でところが会社成立時の価格が定款に記載された価格に著しく不足することが判明した、ここも同じですね。で不足額について A、B および設立時取締役である C は当該者に対して支払う義務を負うかですよね。つまり52条だけに絞ってますけど、そこの部分同じなんですよね。でさらには問2で、これも財産引き受けの定義ですよね。当該者の成立前において発起人 A は X との間で当該者の事業のために継続して使用する機械設備を当該者の成立後に譲り受ける旨の売買契約を締結した、この売買契約、まさにこれは財産引き受けですねっていうことなんですよね。要するにこの問題というのは第5問の問1というのはですね、当該者に、発起人である A が現物出資をしました、ところが現物出資の財産の価格が著しく不足してましたと、定款に記載された額にね。でその時に現物出資者である発起人 A どういう責任を負いますか、設立時取締役である C どんな責任を負いますか、証明者である B、どういう責任を負いますかということですからね、似てますわね。なので、回答もですね、回答も答案構成だけ、見ましょうか。答案構成ぐらいは見ておきましょうか。要するに事例から52条へ持っていって、あと現物出資者無過失責任、設立時取締役は過失責任、証明者過失責任ですよと。で、この時は書く余裕があったので、趣旨趣旨趣旨って、書いておきましたけどね。
で、具体的に使う条文も今年の問題とほとんど同じです。現物主義者である発起人が52条2項柱書き、設立取締役はこれ103条というのはこれ募集設立からですね、法規設立だったら52条1項、証明者である公認会計士が52条3項ですよね。ということはこれあれですね、その割と最近の過去問というのもやっとけよっていうことですよね、これね。過去問というのは出題傾向といいましょうか、その試験委員の問題意識といいましょうかね、それを探る上で非常に有益なんですよ。やっぱり予備校の問題とはその連動が違うといいましょうかね、やっぱり本試験というのはそのよく作られた問題ですのでね、解いた方がいいんですけども、それだけではなくてその割と最近出た論点であっても繰り返し出題される可能性があるんですよという意味でもやっとかなきゃいけないなっていう感じですね。はい、では第2問いきましょう。株主総会決議の瑕疵の問題ですね。問1が決議取り消しの訴えで、問2は決議取り消しの訴えが提起できないということを述べた上で、決議不存在確認の訴えの問題、それを書くということになってきますね。ではいきましょう。また問題を読んでみますね。オツ株式会社は公開会社であり、代表取締役は A であった。オツ会社は大手の機械メーカーであったが、近似海外メーカーとの競争が激しくなったため業績がかなり低迷し、経営者の責任を問う声が高まっていた。そうした中、オツ会社は平成26年6月末に定時株主総会を開催した。この場合において下記の問いに答えなさい。なお問1と問2は独立した問題とする。ここも見落とさないようにしてくださいね。で、本件、株主総会において、本件株主総会においてですね、A の取締役再任議案に関し、趣旨説明を終えて質疑に入ったところで、長年オツ会社の株式を保有している B が A に対して再任後のオツ会社の業績改善に向けた A 自身の考えについて質問した。しかし A は正当な理由なく一切の説明を拒否した。そして本件株主総会の議長であった A はその他の株主からの質問を受けることなく受け付けることなく審議を打ち切り、直ちに採決に入った。会社側代理人に提出されていた委任状による議決権行使文も参入したところ、本件議案を承認する株主総会決議が成立した。平成26年8月上旬頃に本件株主総会を欠席していた株主 C は本件決議に会社法上瑕疵があると考え、本件決議の効力を争うことにしたと。で、 C は会社法上いかなる根拠に基づきどのような主張をすることができるか論じなさいと。で、問2です。本件株主総会において議決権を行使することができる株主の総議決権数の7割を保有する株主らに対して招集通知が行われていなかったという事実が平成26年11月に発覚した。そのため招集通知を受けなかったオツ会社の株主 D は本件株主総会の招集手続きにおける瑕疵を主張し、本件株主総会の決議の効力を争う訴訟を提起することとした。 D は会社法上いかなる根拠に基づきどのような主張をすることができるか論じなさい、こういう問題ですね。一見して株主総会の決議の瑕疵であるというのが分かると。で、問1の瑕疵はこれはまあ手続きの瑕疵であると。で、問2の瑕疵も手続きの瑕疵なんだけども、株主総会招集通知が7割もの株主に行ってないっていうのは、これはまあ大きな瑕疵だなっていう違いがありますよね。ではまずいきましょう。オツ会社というのは公開会社ですと。で、公開会社なので取締役会設置会社です。なので代表取締役 A ですということで、これは代表取締役 A をすんなり導くために公開会社取締役会設置会社にしたに過ぎないというふうに思います。あ、ここですね、ごめんなさいね。公開会社であるっていうのはその程度の意味ですね、本文では。で、大事なのが平成26年6月末に定時株主総会を開きましたと。で、名書きで別個の問題ですよとしてあります。で、問1ですね。で、まず、本件株主総会、定時株主総会なんですけれども、議案としてですね、 A の取締役再任議案というのが提出されているわけですよね。で、その趣旨説明を終えて質疑に入ったところで、長年オツ会社の株式を保有している株主 B がと、この長年株式保有しているという言葉、よく本試験では出てきますけれども、これは訴え提起するときに提訴要件として株式の保有期間の要件、いわゆる保有要件というのが、必要になってきますけれども、それは OK ですよと、考えなくていいですよっていう、それです。で、A に対して、再任後の
オツ会社の業績改善に向けた A 自身の考えについて質問した。さあこれが 何を意味するかといいますと、これは要するにですね、本問はですね、314条の取締役の説明義務について聞いてるわけです。その問題なんですけども、これは説明義務というのはですね、株主の質問に対応して説明しなきゃいけないと、質問された時に説明しなきゃいけない。でその株主の質問というのはですね、例えば昨今の経済情勢についてお伺いいたしますとかですね、そういうような一般的抽象的なことじゃ答えようがないし、株主総会でやる意味がないので、そういうことには答えなくていいよと。ということで株主の質問権としてですね、規定の仕方としましては、特定の事項について説明を求められたとき、それが質問の内容であるときに初めて、説明する義務が生ずるんですよという書き方になっているわけですね。で本問でその株主が、長年保有している株主 B がですね、聞いている質問というのがここに書いてますように、 A に対して再任後のオツ会社の業績改善に向けた A 会社の A 自身の考えについて質問しているわけですから、これはもう特定の事項なわけですね。これ後で具体的に言いますけども、要するに当該株主総会における目的議題ですね、あるいは当該話し合われている議案についての質問であれば、それはもう特定の事項についての説明を求めるということに当たるわけなんですね。まあ後で見ていきます。でしかしですね、そういう適法な質問であるにもかかわらず、 A は正当な理由なく、この正当な理由がないというのは314条の正し書きに正当な理由があれば拒めるというのはあるんですけども、それはどこにも当たりませんのでね、それがなくて説明一切拒否してますから、もう314条の説明義務違反なわけですね。でさらにこのそして以降がね、この事例がちょっと謎は謎なんですけども、本件株主総会の議長であった A はその他の株主からの質問を受け付けることなく審議を打ち切り、直ちに採決に入ったと。でこれなんで並列して書いてあるのかなと。でこれだけ読めば、これ決議の方法が著しく不公正な場合っていうのに当たりそうですよね。要するに具体的な法令には違反してないと。まあ314条違反は上で書いてますからね、上で書いてますから。でその下でわざわざなぜここで入れたかってことなんですけど、まあ、これを書き出すとね、ちょっとこう行数を食っちゃうので、これはちょっと無視してます。あの回答例では全然触れてません。でその後会社側代理人に、提出されていた委任状による議決権分も参入したところっていうのは、まあ要するにそこのところは問題ないですよっていうことです。本件議案を承認する、株主総会決議が成立したと、可決されちゃったんですね。で平成28年8月上旬頃にっていうことですから、平成26年8月上旬頃にということなので、これはあれですよね、まあ2ヶ月、長くても2ヶ月ぐらいしか、まあ、6月末だからね、2ヶ月ってことはないよね、1ヶ月ちょっとしか経ってないわけですよね。総会6月末に開かれて8月上旬だから1ヶ月ちょい、要するに3ヶ月経ってないってことです。本件株主総会を欠席していた C は、ここがメイン論点なんですよね。本件株主総会欠席していたってことは、このようなですね、その決議において議事においてなされたこの法令違反ですね、その瑕疵はかぶってないわけですね。でそういう C は本件決議に会社法上瑕疵があると考え、本件決議の効力を争うことにしたと。でその争うためにで聞かれているのはここですね、改革のところ。 C は会社法上いかなる根拠に基づきどのような主張をすることができるかですね。まず会社法上の根拠、会社法上の根拠なんですから、何条ってことですね。でどのような主張ですから、まあ要するにしてほしいことですね、どうしたいかっていうことですね。で会社法上の根拠というのは、これは当然831条1項1号ですよね。831条1項1号で決議取り消しの訴えで、どのような主張をすることができるか、当然決議の取り消しを主張することができる。だから結論はそうならなきゃいけないはずですよね。 C は831条1項1号に基づき決議の取り消しを主張することができるだとすれば、問題提起もそれに合わせる形で C は831条1項1号に基づき決議の取り消しを主張することができるかって書いて、それでサンドイッチすればいいわけですね。あとはその、論点型問題ですから、規範の定律をしていただければいいってことになります。で問い2です。今度は、議決権を行使することができる株主の総議決権数の7割を保有する株主らに対して招集通知が行われてないと。招集通知は各株主に対して送らなきゃいけないというのが299条1項ですよね。299条1項で株主に対して送らなきゃいけない、まあ、ただし全株主かっていうと、その株主総会で議決権全く行使できない株主には送らなくていいよというので、これは298条2項に一つ戻って298条2項に書いてあるわけですね。まあまあいずれにせよ、本問では7割を超えるその株主らに対して
7割を超えてないか、7割を保有する株主に対して招集通知が行われなかった。でその事実がここですよね。いつ発覚したかというと平成26年11月に発覚したと。つまり決議から5ヶ月経過しているわけですよね、まあ、要するに3ヶ月経っちゃってますと。3ヶ月経っちゃってます。でそのため招集通知を受けなかったオツ会社の株主 D は今度はですね、問い1の、その欠席していた C と違ってこちらは招集通知受けなかったんですね。受けなかったってことは瑕疵があるんです。 D 自身に直接その手続きの瑕疵が、その被ってきてるわけですよね。でその C はってことは結局提訴権者のところは株主等っていう要件については検討しなくていいよってことです。で本件株主総会の招集手続きにおける瑕疵を主張し本件株主総会の決議の効力を争う訴訟を提起することにしたって書いてあるんですよ。訴訟を提起って書いてあるんですね。これだから問1と違うでしょ。問1は単にこの本件決議の効力を争うって書いてある。効力を争うと訴訟を提起したが違うじゃないですか。訴訟を争う、これどういうことなのかっていうとですね、これはあの問1で主張するその根拠というのが決議取り消しの訴えですよね。で決議取り消しの訴えって形成訴訟ですから、これも決議取り消しの訴えで主張するしかないんですよ。決議というのは訴訟外では取り消せないんですね。ところが問いには何かっていうと決議不存在確認の訴えなので、これ不存在の確認なんですよ。確認訴訟なんですよ。だから確認するまでもなく、つまり訴訟外でも、その不存在を前提とした主張することができるわけです。つまり訴訟外でも不存在を主張することができる、そこは書かなくていいよと。そこは書かなくてよくて訴訟の提起するそこだけ書けばいいよと。要するに決議不存在確認の訴えだけ書けばいいよっていうことなんですね。でそういう注意書きが問い1の場合にはいらないから訴訟を提起するっていう言葉がない。でこれに対して問いにはその注意書きがいるから訴訟を提起するって言葉があるわけです。であとは同じ D は会社法上いかなる根拠に基づき、つまり830条1項に基づきどのような主張をすることができるか、決議の不存在を主張することができるっていう、そういうことですよね。はい、それでは、第2問の答案構成です。でまあ、最初のタイトルに書いてますけども、最初の問1が決議取り消しの訴え で問2が、決議不存在確認の訴え、これですよね、はい、で論点型問題ですので、で問1はね20行ありますので問題提起して、でここ全部 2、3、4、 これ全部規範定律です。で最後に結論を立ててます。本当はこれ5結論にしたかったんです。したかったんですけど、これ行数がですね、さすがにいっぱい書くことがあってなくて、その分離できなかったので、まあこういう体裁になってます。で問題提起ですけれども、まあ、今見たように831条1項1号ですよね。この解釈をしてもらいます。で論点の一つ目としまして、まず取り消し原因に当たるかどうかってことですね。で取り消し原因に当たるという場合には取り消し原因1号2号3号ありますから、ちゃんと1号に当たるって書いてください。で1号の中でもさまざま分かれてますから、これは決議の方法の法令違反であるっていうところを書いてください。決議の方法の法令違反であると。でここは要するに314条、これが出せればもう OK ですよね。314条のあとは検討してもらえばいいです。そうすると314条見ればですね、株主から特定の事項について説明を求められたっていうのに当たるかどうかっていうのを要件書いてますから、それに当たるってことを書いてもらう。でしかも例外的に説明義務が課されない場合、これには当たらないってことは結局説明義務がありますよ、なのに説明してませんね。で314条違反で OK です。で論点2つ目、これがまあメイン論点ですね。提訴権者に当たるか、つまり株主等に当たるかどうか。ではこれ欠席していたわけですからね、株主 C は欠席していたわけですから、直接に被害被ってないわけです。そこでね、別に質問してるわけでもないしね。でどうなのかっていう、これがメイン論点ですよね。でこれについては実質上の理由、形式上の理由がありまして、まず形式上の理由は文言上株主って書いてあって、瑕疵を受けた、被害を受けた株主とは限定してないじゃないかと。であとは実質上の理由としまして、決議取り消しの訴えの制度趣旨ですよね。でそれは決議の公正の確保なんだと。だとすれば出席したか否かを問わずですね、株主であれば決議の構成に利害関係があるから、だから欠席していた株主であっても、だって判例なんかだってあれですよね、決議後に株式、その会社の株式取得した株主も提訴権者に当たるとかっていうのはありますからね、まあ、これ当然当たるわけですよね。でさらにはまあ簡単にですね、簡単に提訴期間についてもこれはまあ別に認定しちゃえばね、満たしていることは明らかなので、一言ぐらい書いとくっていうことだけですね。
なので結論としましては決議取り消しの訴えの提起は可能ですねと。じゃあ今度請求内容は認められるんですかというと、論点3つ目として裁量規約の問題があります。でこれ裁量規約することはできませんねと。で裁量規約の2つの要件のうちどっちで切ってもらっても構いません。余裕があれば2つとも書いてもらってもいいんですけれども、それは、違反する事実が重大でないっていう要件を満たさないっていうことですね。でそれは、まあ、要するに違反する事実が重大である、それは説明義務違反というのが重大な瑕疵なんであるということを言えばいいわけですから、だったら説明義務の趣旨から書いてきゃいいですね。でそれは、要するに、決議を行使するためにね、その適正な判断をするために説明義務というのがあるわけですから、それは株主の議決権行使の実質化、適正な議決権行使ということに、のためにあると。だとすれば株主の権利として質問権は重要ですし、議決権も重要です。だから説明義務違反は違反する事実が重大ですねっていうことですよね。で、まあ、もちろんその質問権を行使してその答えによって決議の効力に影響を及ぼすってことがそれはあるでしょうからね、余裕あればそっちも書いてもらっていいですね。まあ、どっちかで切れればいいわけですからね。はい、では次、問2ですね。決議不存在確認の訴えですね。でこれはまずですね、そもそもその手続きの瑕疵っていうのはどっちにも当たるわけなんですよ。どっちにも当たりうるって言いましょうかね。決議取り消しの訴えの対象にもなるし、でさらにプラスして、それにプラスして決議不存在確認の訴えも提起することができるということですね。つまり両方は選択的ではないわけですよ。まあ、逆の言い方すれば、決議不存在確認の訴えを提起できる場合というのは、それは全部決議取り消しの訴えの対象になりうるわけです。ただ決議取り消しの訴えというのは3ヶ月という提訴要件がありますので、それを過ぎちゃうともう訴え提起できない。そこで残されている手段としましては、その手続き的瑕疵が著しい場合だけ不存在確認の対象にもなるっていうことですよね。でそこでまず決議取り消しの訴えの訴えはもう提起できませんよと。でなんで提起できないかというと、それは提訴期間が経過してるからですよと。ただ提訴期間は経過してるだけで取り消し原因は満たしてるんですよと、ここはしっかりと両方書く必要があると思います。でその上でそこでこれがダメなので問2に来るわけですね。問2じゃなくて縦2に来るわけですね。決議不存在確認の訴えというのを、提起することになります。でこれにつきましては、まあ、召集通知漏れが著しくて、この法律上決議が存在すると評価することができない、これはまあ一言入れていただきたいです。物理的には存在するわけです。物理的にじゃあ存在しないってどういう場合かっていうと、その議事録だけは作ってるんだけども、決議自体あるいは株主総会自体開かれてないっていうのが、いわゆる物理的に株主総会の決議が存在していない場合、この場合本物の場合には一応やってるんですよね。一応ありますので、ただそれは法律上決議が存在したと評価することができないということですね。で結論としましては、問題文に対応する形で D は830条1項に基づき本件決議の不存在を主張することができるというふうにこう収めてもらえばいいですよね。では回答を、ご覧ください。よろしいでしょうか。まず縦1問題提起ですね。さっき言いましたように問題提起は問題文をそのまま受けてます。で縦2が、論点の1つ目です。取り消し原因に当たるかということですね。でここはまあ314条説明義務、ここをしっかりと書いてもらうことになります。そしてその要件の検討として、株主から特定の事項について説明を求められた場合に該当するんでしょうかっていうところですね。該当しますねと。で例外的に説明義務が課されない場合にも当たらない。でしたがって説明義務違反がありますね。だから決議方法の法令違反に該当しますね。で、取り消し原因は満たしているわけですね。であとは提訴権者の問題、まあ、これがメイン論点ですね。欠席したし提訴権者である株主等に含まれるかということです。でまず実質的理由から書いてます。株主総会の決議の取り消しの訴えの制度、株主総会の決議の公正性を確保するためだとすれば、株主であればその点について利害関係有してますねっていうのが実質的な理由ですね。だから出席していたか欠席していたかは、直接被ったかどうかは変わりないと。で丸2です。形式上の理由、文言上提訴できる株主に限定はないわけですね。いつの株主じゃなきゃいけないとか特に書いてませんからね。6ヶ月持ってればいいんですからね。したがって、株主総会に出席しなかった株主も株主等に該当する。だから C は株主等に該当し、そしてその後ですね、該当し、まあ本当に言うと行数があればね、行数があれば、この辺でこう分けたかったんですけどね、この辺で分けて開業してですね、開業して、
総会決議の日から3ヶ月以内という提訴期間の要件も満たしていると。だから訴えを提起することができる。ここまでがだから訴えの話ですね。訴えの話、形式の話です。形式的なその主張の要件というのは整っていると、形式的に整っている。あとは中身の問題ですね。中身の問題として今度は形式的に整っていても裁量棄却される可能性がありますからね。そこで、この説明義務違反というのが裁量棄却できるかということ でそれについては、ね、趣旨が株主の議決権の実質化であり、株主の権利として重要である、だから違反する事実が重大である、 なので裁量棄却できない。で結論はこの問題提起に合わせる形ですよね。つまり問題文の末尾に合わせる形で問題提起をして、さらにそれと対応する形でここに持ってくるわけです。 C は831条1項1号に基づき本件決議の取り消しを主張することができるということですね。では問2です。ここはもうちょっと行数少なかったのでね、もういきなりですね、取り消し、縦1が取り消しの訴えは無理ですよと。で、縦2で不存在確認の訴えを提起できますよっていう話を書いてます。まずは株主総会の決議の取り消し原因はありますねと。しかし、提訴期間は経過してますね。だから株主総会の決議取り消しの訴えを提起することはできませんねと。で、そこで D は830条1項に基づいて決議の不存在を主張することができますかと。で、まあ、もうちょっと長く書ければね、その決議の不存在っていうのはどういうものかって書きたかったんですけども、まあ、ここはもうちょっと、ね、行数ないので、物理的には存在していると。しかし、法律上存在しているとは評価できないよっていうことを書いてもらって、あとは問題文に対応する形で結論書いてもらえばよろしいんじゃないでしょうかね。でこの問題についてはですね、ロングレの問題でですね、ロングレ東連というのがありましてですね、去年のこれ、2015年のロングレの企業法の2回目、その第1問という問題なんですけども、その問題でこんな感じで出してます。取締役 A を解任する議案を提出してですね、で取締役、代表取締役 B に対して、取締役から解任される理由について、 A 自身がですね、その解任される理由について質問したと。そしたらその代取 B が、それはあなたも分かっているはずでしょう、ですから答える必要はありませんと回答し、それ以上説明を加えることはなく、質疑を打ち切れ、 X 社などの賛成により解任決議は可決されたと。まさにこの説明義務違反ですよね。でその場合本件決議の効力を争うことができるかと。なお出訴期間の点は満たされているものとする。ここまで似てますよね。で答案構成はまあこんな感じになります。問題提起、規範提出、当てはめ結論、裁量棄却も書かなきゃいけませんよと。代表取締役の説明義務違反ですねと。なので決議の方法の法令違反に当たりますねということですよね。で規範提出としましては、この本試験の回答でも書いたようにですね、株主から特定の事項について説明を求められた場合に当たりますねっていうことです。であと例外として、まあ、ここは長く書けましたので例外についてこの3つの場合がありますよということですね。あと裁量棄却の問題を書きましたということです。まあ回答もついでに、これ東連の方の回答ですね、東連の方の回答も写しておくとこんな感じです。説明義務違反の問題ですねと。で決議の方法の法令違反ですねと。株主総会決議取り消しの訴えの対象になりますねっていうことですね。でまあ解釈としては、株主から特定の事項について説明を求められた場合に当たるかどうかですよね。でまあその解釈は書くとしてもこれぐらいでいいわけですよ。こういう特定の事項、特定って言葉は一般って言葉の反対ですからね。何かが特定されてれば特定ですからね、一般でなければいいわけですので、まあ、特に本問の場合は株主総会の決議、その目的あるいは議案についての質問だったら、それは何でも特定ということなので広く考えていいです。であとは裁量棄却の問題ですね。で説明義務の趣旨はもうさっきと全く同じですね。株主の議決権行使の実質化、株主の権利として重要だから説明義務違反する事実が重大であると言えるということですよね。いかがでしょうか。まあ、およそ1時間で、にわたって解説をいたしましたけれども、いかがでしょうか。まあこういう解説を聞いてしまいますとですね、そんなに書けなかったよっていう、どうしようっていうふうにおっしゃる方、受験生の方いらっしゃるんですけども、実際ですね、こんな模範解答通りの、各予備校の出しているような解答通りの、
回答が答案が書けるなんて方はですね、まあいません。書けたら本当にもう上位合格、一桁合格ってことですので、実際にはもうあの受かる最低限の答案というのはまあ本当にひどいもん、ひどいもんって言っちゃ失礼ですけども、まあ相当ちょっとね、何な答案でも受かってきますから、特に企業法というのはその傾向はまあ非常に強いですので、なのでその発表まで何が起こるか分かりません。なのでですね、まあ、あんまりその気を落とさずにと言いましょうか、一応受かった時の、一応って言っちゃしてですね、受かった時、受かったことを想定してその就職活動等をですね、きっちりとなさっておいた方がよろしいんじゃないかと思います。それではこれで終わります。どうもお疲れ様でした。